名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらダラダラと語っていきます。名盤ラジオ、今回もよろしくお願いします。拓也です。前回まで6回にわたって1990年代のアメリカ、UK のバンドで話をしてきましたが、今回はガラッと、変わりまして、日本のバンドルナシーのマザーを取り上げたいと思います。 N ゾーさん、今回はいよいよルナシーですね。ルナシーです。いやー、ルナシー僕らにとってもかなり大きな存在ですからね。いやー、すごいね。ついにちょっと手を出してしまいましたね。ここに今まで我慢というかここに手を出し始めたらもう大変なことになると。そうですね、ということで自重してきましたけれどもうルナシーのマザーっていうことで今日もう終わるかっていうねえ、話が終わるかっていう不安が、まずそうマザーの話にたどり着けるのかっていうところからもそうですねマザーは何年なんだ。マザーは94年ですね。94年、アルバムのマザーとしては1994年の10月26日、カート・コバーンが死んだ年。そうですね、うん、そうなんですね。94年でいくと、カート・コバーンが4月5日ですね、亡くなっていて、あとその年でいくとナインチネイルズのダウンワードスパイラルも3月8日、あとはオアシスのデフィニットリーメイビー、デビューアルバムですね、が8月30日。オアシスのデビューアルバムよりルナシーの方がデビューが早いってこと。そうですね、メジャーデビューでいくとルナシーはアルバムイメージでメジャーなので92年5月21日ですね。でも92年でイメージ出して94年でマザー出してるそことすごいっすね。その2年間成長度合い。じゃあ、エデンって93年、3年っすね。1年ごとに出してあの進化してんだ。やばいっす、ね、そうっすね。それ結構衝撃的ですね。すごいね。もともとのファーストアルバムとしては91年4月21日、うん、あのインディーズのルナシー、あれが91年なんだ。それが、ね、あれ91年に出して94年にマザー出してんだ。3年後マザー。すごいね。すごいすね。駆け上がり方がすごくないですか。すごいね。1年ごとにもうなんか、やばい。駆け上がってんだね。本当に1年ごと出してるんですよね。1年ごとに出してあのクオリティ出るんだ。すごい。恐ろしいな。でその間ずっとツアーやってみたいな感じですね、基本的には。で年齢的にもまだ結構若いですよね。まだだって25とかでしょ。24とかですね。45だよね。でそこで24でその後東京ドームやるでしょ。そうですね、95年の12月なので25、6ですね。やばい。恐ろしいな。すごいですね、末恐ろしいですね。え、で、スタイルが96年とか ?6 年ですね。そうだよね。はい。すごいね。このあたりのルナシーは本当にすごいですよね。すごい。すごいね。いやー、でももう本当にこの、今、アルバムの話、1年ごとにっていう話してきましたけど、マザーはやっぱりもうすごいですよね、この流れの中で。他のアルバムもまあ好きなアルバムだし、それぞれ味がありますけど、エデンからマザーへのこのステップアップってすごいですよね。すごい。もうなんかここで確立されたなっていう。なんかもう本当にメジャー感がめちゃくちゃ増した感じは。イメージはまだなんかちょっとインディーズの荒削り感。そうなんですよね、荒削り感。世界観ももっとすごい暗い感じで、そうね、結構尖ってるし、そうですね、ちょっとアンダーグラウンドな感じ、尖ってて、エデンで割とだいぶメジャーを意識した感じは、あ、まあそうですね、そうですね、うん、ただ結構いろいろ実験的な感じもありつつ、そうだね、マザーで本当、マザーでもう
すごいもの作っちゃったみたいな。まあ、あとチャート的にも本当にロージアで3位になってトゥルーブルーで1位獲得っていう、うん、これをノンタイアップでやるっていう、ね、あ、そう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 、当時それをなんかすごい売りにしてたて。そうですね。ノンタイアップにこだわってたよね。そうですね。それでこう上り詰めてったって、うん。そうですね。その当時の音楽業界がそのタイアップを取ってっていう、うん、で売れるっていうのがです、うん、なんか一つのステータスになってた時代に、うん、あえてノンタイアップでチャートの上位を取っちゃうみたいな。それがまた彼ららしいというか。らしいですね。いや、もうマザーはこの後いろいろ話してきますけど、うん、まあ本当にこのマザーっていうのがその後のルナシーもそうですけど、日本のまあロックシーンというかそういったところに与えた影響もめちゃくちゃ大きなアルバムですよね。これはそのビジュアル系の始祖というか、それはもう X なんだけど、うん、その音楽性としてのひな形になったのはルナシーでありマザーであるという、そうですね、感じはすごいしますね、その感じは。間違いないと思いますね。うん、すごい世界観というかね。そのアルバムの作り方とか、うん、型みたいな、そういったところも含めて、本当にすごいアルバムだなっていう方ですけど。別にコンセプトアルバムではないんだけど、すごいコンセプチュアルで、うん、すごい全てがね、なんかトータライズされたような。コントロールされたアルバム、ね、まあ、やっぱルナシーって本当アルバムを作るアーティストっていうことですよね。もう、うん、それは本当にそうですね。そう、自分たちはもうアルバムを作ってなんぼだっていう話。アルバムで1曲みたいな。そうですよね。まあこの後いろいろそれぞれの曲とかは話してきますけど、まあこれ1回目なんでちょっと触れておきたいなと思うのはルナシーの凄さみたいな、まあルナシーの特殊性とか、そういったところを最初まず触れていきたいなと思うんですけど、なんか思いつくものありますか？ルナシーのその構成力かな。はいはいはい。アルバム全体を通しての構成力もすごいし、一曲だけでの構成力もすごい。なんかもう、こだわり方が半端ないじゃないですか、この人たちって。はい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 、なんていうか、うね、とにかく、もう、そんなこだわるってぐらい、もう、徹底的にこだわり抜くイメージですよね。音に対してとかもそうだし、まあ、機材もそうだし、音もそうだし、その、やっぱ曲作りというか、そこへのこだわりもすごいですよね。ジャケットとかも、見た目も、そうですね。そうですよね。なんかイメージとエデンとマザーってこの3つすごい似てますよね。あのジャケットのテイスト。この3つがなんかすごい、世界観がすごく、そうですね。統一感というかあって。3部作みたいな感じになってるもん、ね。そうですね、うんうん。その3つはなんか本当に、ルナシーの世界観ってもうこれっていうのをなんか、あの路線としてはもうマザーで究極を極めちゃったみたいな。そうですね。うん、もうそこで、あの路線はもう本当そこで究極行きましたよね。もうなんか普通のバンドだったらここで終わりだよなっていう感じは。確かに。その先にスタイルがあるのがまたすごいんだけど。すごいですね。確かに確かに。そうですね。それがまた本当すごいですよね。スタイルはスタイルでまた本当語りたいこといっぱいありますね。いやー。そのなんか、その流れとして、そのイメージ、エデン、うん、マザーつって、そこでもう一つの究極系を極めた、うん、その先のスタイルみたいな。うんうんうん、もう一歩踏み出したんだみたいな。確かに。すごさ。うん、その、だからマザーとスタイルっていうの。うん、まあ、すごい、日本のロックの歴史に打ち立てた金字塔ですよね。あ、ですよね。そうですね。この2枚は本当にすごいと思う。未だに聞いてすっごいかっこいいと思いますよね。その2つとも。なんかもう。うんすごい、凄みがある。簡単にもうすごい。聞けば聞くほどすごいなって。ルナシーの凄さ、特殊性みたいなところでいくと、僕が思ったのは、
メンバー5人いるじゃないですか。もう個性が本当にバラバラで、で、それでいてこう力が均等、バンド内のパワーバランスが本当に均等であるっていうのが結構ルナシーの特殊な部分なのかなって。そうだね。ルナシーってそうだね。リーダーいないね。明確に誰がリーダーみたいな感じ。で、誰か一人でも反対したら、その案は却下みたいな。あ、そう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 。そういうのって結構珍しいと思うんですよね。それがやっぱりこう作品にもいろいろ反映されてるなって思うのが、やっぱ面白いなって。そう、確かに大体どのバンドも、大体のバンドがなんか、誰かしらがこう、そうですね。中心的だったりとか、そういう感じだもんね。そうですね。で、まあ特にそのソングライティングの面では、いるじゃないですか、中心的な人が、あの、普通バンドって。大体ね。うん。でもまあ、ルナシーの場合は、基本3人。杉蔵、J、イノランっていう3人が、まあそれぞれ書いてっていう。で、それが結構またカラーが違ってて。そうですね。で、それがこうアルバムの流れをうまくこう作ってたりとか。そこがやっぱルナシーのすごいところっていうか、ほんと聞いてて飽きないし、面白さがそれによってすごい何倍にもなってるっていうのは思いますね。で、それぞれが、それぞれの作、なんていうか曲が、なんだろうな、それぞれ全部やっぱルナシーっぽくちゃんと、ま、なんていうんですかね、しっくりきてるんですよね。いや、本当に。そこがマジックですよね。バンドマジック。5人のなんか個性とパワーバランスがうまい感じで、組み合わさってるから成し得てることなのかなって。最近は龍一とかも曲作ってるのかな、どうなんだろう。まあ昔に比べれば多少なんか龍一作みたいなのあったりする、うん、あ、なんかシャルウとかのあたりにあるんだっけ、なんか龍一作曲の曲と、あの終幕前だとラブソングにのカップリングの、ああ、あれだけですね。 Until the day、うん、I die、 あの静かな感じの、 あれ龍一か、うん、終幕前はあれだけですね。深夜は？深夜は。深夜はあんのかな？ない。いや、あるあるある。あるんでしょうね。グラビティのカップリングのインサイドユー。おお、そうそうそう。しかも結構ね、結構歌が立ってて、うん、いい曲なんだよね。そう。結構いい曲ですね。意外と、すごいですね。すぐそれが情報として出てくるって。そうだね、確かに。そうですね。ルナシーマニアですから。終幕前のルナシーはめちゃくちゃ詳しかったですからね。最近ちょっと忘れちゃったところもありましたけど、高校時代とかめちゃくちゃもう超オタクでしたから、ね、ルナシーオタク。もう、あの、一番多感な時期に直撃したバンドだからな。そうですね、もう。自分でセットリストとか考えてましたからね。まあ、わからなくはないです。やりますよね。やるやるやる。いやー、あとなんだろうね、ルナシーの凄さ。あとは、結構思ったのが、杉蔵さんがバイオリン弾けるじゃないですか。ああ。もともと、両親もクラシックとかやってるんですよね、確か。そうそう、オーケストラ。そうですよね。で、まあそういう環境で育って、杉蔵自身もバイオリンが弾けて、で、実際バンド内でも、バイオリンを演奏してると。それも結構大きいなって、なんか改めて思ったんですよね。まあやっぱりそのビジュアル系って言われるああいうジャンルで、バイオリンっていうのの親和性がすごいですよ。でもなかなかできる人っていないから、そうできる人っていないから、それがやっぱ、うん、そこもすごい。バンドにやっぱ一人いるとね、そう、うん、めちゃくちゃ広がりっていうかあると思うんですよね。ただのロックバンドではない部分が、そうですね、 X もそうだと思うんだけど、そうですね、まさに確かにそうですね。やっぱロックとちょっとクラシック的な要素がやっぱちょっと含まれてる感じですよね。うん。そのやっぱ杉蔵の世界観とか、なんか大きいなっていうのは思いますね。まあ特にその時代はそうだよね。
割となんか最近の方になるとイノランのカラーがすごい出てるのかなって感じだけど、スギゾーとかジェイとかのが早熟の天才って感じで早い時期に才能を表してて、で後期になってくるとイノランがなんかこう大器晩成型というか、そうですね、イノラン後期のイノランはそうですね、やっぱイノランの曲ってやっぱ味があるというか独特の空気世界観ありますよね。結構シングルとかこうあのイノランのシングル曲とかも徐々に増えてきてますよね。グラビティとかってイノランなんですか？そうそう。グラビティはもうイノランの代表曲ですね。ね、代表曲ですね。あと、なんだっけ、あれ、ソーツとか、あの辺も、あれもなんか確かイノランが、ソーツもそうです。作曲でシングル。途中までは、途中までっていうかその、タイルとかその辺まではカップリングの、カップリング王だったけど。そうですね。確かにシングルの、いわゆる A 面っていうのは、まあ、マザーはあるけど。あ、マザーか。そうだね。マザー。ただ、まあ、マザーは、なんか、ちょっとシングルっていうか、まあ、シングルカットだしね。そうだね。まあ、これはちょっとなんか、扱いとしては違うかなって気はするから、純粋なリードシングルみたいな感じで言うと、やっぱグラビティですもんね。まあ、やっぱ、イノランの曲は、噛めば噛むほど味が出る系の曲ですよね。だから、即効性という意味ではやっぱりカップリング曲の方になるのかな。わかりやすさで言うとね、 J とか、ね、やっぱ強烈なものを持ってるから、ね、特にそのデビュー前後というかデビュー直後というか、その辺はスギゾー J がバーンと、そうですね、その辺の、そうですよね、ロージアとかあトゥルーブルーも J なんでしょ。その辺はもう後でたっぷりと出てくると思いますけど、ロージア、ね、トゥルーブルーはもう J の代表曲です、ね、代表曲。スタイルになってくるとこの杉蔵色が結構強くなってくる。そうですね、デザイアエンドオブソローはもう杉蔵ですから、ね、あれ杉蔵だもんね。インサイレンスも、インサイレンスもそうか、うん、この辺また面白いですよね。こう、それぞれのこう流れがあって、出たり引っ込んだりっていうのがなんか、まあ、言わずともメンバー同士でなんか察するだろうなっていう感じはするよね。なんかあるんですかね。うん、そこはお前が出るから俺は引っ込むっていうのが、全員がそれができるっていうのが、割とルナシーの特徴なのかなって。そうですね。確かに確かに。なんかバンドにとって最善なものをみんながちゃんと選択できてるっていう。すごいクレバーだよね、5人ともが。うん、そうですね。ルナシーにとって、で何が一番いいかっていうのをちゃんと考えてやってる感じですよね。なんか曲作り結構なんていうかバチバチにやってんだっけ。バチバチっていうか作曲者がイニシアチブを取るっていうのは、あ、でなんかあれでしたっけ、うん、こう他のメンバーがまたそれを壊して作り直して、壊して作り直してみたいな感じで、こう、そうそうそう、うん、壊してこんな感じで新しくまた出来上がってきてみたいなのを繰り返してるみたいな。多分作り方としては、なんかアイディア持ってきた人が多分スタジオとかでやって、ちょっとやって、で、それでこうジャムって、こんな感じみたいな。で、どんどん肉付けしてアレンジしてっていう、それをこう繰り返して曲にしていっていくんじゃないかな。基本的にはもうそれをひたすらやるっていう。で、持ち帰って、またアレンジして持ってきて、合わせて。まあ、バチバチではあるよね。ある意味本当にそうですよね。ここはこうすべきだみたいなところ結構ぶつけ合ってはいるんですよね。うん、結局それがね、終幕につながっていくんだと思うんだけど、まあ。そこがそうですね。いい面でもあり、難しい面でもあるって感じですね。そうですね。スタイル後の活動休止。うん、そうそうそう。で、ソロ活動になり。ソロ活動になり、社員とルナシーを作って結局は終幕をすると。でもよく頑張ったなって感じするよねルナシー。そうですね、そうですね、大体マザーで終わるってうん、あれ作った後に、そうですね、あれ作った後に何したらいいんだって思う。確かに本当何したらいいんだってなりますよね。確かによくあそこからスタイルを出したなって思うもんね。そうですね、めちゃくちゃ難産だったらしいけど、スタイル。やっぱり。まあ本当マザーの後、どこへ行けば
何をすればっていう。そう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 。マザーの歌詞そのまんまですよ。まさにそれだよ、ね。絶対もうだってあれを繰り返すぐらいしかないだろうっていうところで、ね、なんかもう一歩先に踏み出したじゃないですか。そうですね。そうですね。ここにとどまらなかったっていうのはすごい。まあそこまで1年おきに出してたけど、やっぱスタイルにのところはやっぱ2年かかったんですね。確かにちょっと空いてますもんね。うん。そりゃあまあかかる。あれを2年で出してるっていうのがすごい。いそうですね。確かに。なんか最近ほんとなんていうか、トゥールとか、そういうリリース感覚にこう、慣れてきてるから。ナインチネイルズとかさ、トゥールとか知ってるとさ、いや、5年ぐらいかかるだろう。確かに。基本5年でしょっていう。5年起きでしょみたいな。5年。1年起きって結構衝撃的ですよね。すごいよ、ね。そんなことできるんだっていう。いね、もう溢れてたんだろうね、その頃は。溢れてたんでしょうね。いやー。いやー、でもその若さでこの音のクオリティがすごいですもんね、本当に。曲のクオリティもすごいし、サーバーでも本当そう、すごいバランスが取れてるっていうか、すごい勢いもありつつ、うん、構成力もありつつ。そうですね。いやもうそのアルバムの流れに本当美学を感じますよね。感じる感じる。なんかもう、アルバムの流れが完璧すぎて、自分がバンドでアルバム作るんだったら本当同じような流れになるよなっていう。理想系みたいな、アルバムの。ものすごく、だから、起承転結がはっきりしてるっていうか、やっぱこう作るよなっていうのが、そうですね、本当に。お手本みたいな。お手本ですよね、教科書です、みんなもうこうする、こうするのが正解なんだっていう感じの。でも結構、その後、まあ、いわゆるビジュアル系っていうのが、その後、めちゃくちゃ、流行るというか取り出されて。で、まあ、ルナシーのフォロワーみたいなバンドも多く出てきましたけど。まあ、ビジュアル系はみんなルナシーのフォロワーですよね。そうですね。極端に言えば。見た目とかも含めて。そう、そう。X はちょっと別格なところがあって。そうですね。そうなんですよね。X はそう。ビジュアル系ってその、精神性の部分では X のフォロワーなんだけど、音楽性では X のフォロワー足りえなかったっていう。はい。X がちょっと別格すぎて。そうですね。もう本当まさにおっしゃる通りで。そうですね。確かに。そう。X の真似って難しい、ね。そうそうそう。あれはできないっていうところで、でルナシーっていうのは、その点、真似しやすいっていう。真似しやすいですね、確かに。そうですね。最初に発想するのは難しいんだけど、それを見て真似するのは結構できちゃうっていうのがルナシーのスタイルで。うん。それ以降のビジュアル系っていうのはみんなルナシーの真似みたいなところが結構見えるよねっていう。なんか深夜はなんかドラムはやっぱ真似しやすいドラムを叩くっていうのを心がけてるらしいですよね。深夜ってまあ、またあの、おいおい話しますけど、めちゃくちゃうまい。じゃないですか、ドラマー的に、もう本当に、マジで世界レベルで通用するうまさというか、本当に、まあドラムソロとかも半端じゃなくうまいんですよね。なんかビジュアル系とかのジャンルの中では、本当に特筆してうまいんですよね、圧倒的に。だけど、その、トゥルーブルーとか、ロージアとか、めっちゃシンプルなんですよね、やってる。あの曲、その出してる、そこはなんか、やっぱ、あくまでもなんていうか、わかりやすくというか。ルナシーは割とそうだよね。そうなんですよね。みんなうまいけど。みんなうまいけど、こう、そこは、なんていうか、わかりやすさだったりとか、まあ、曲を生かすっていうか、変にテクニックを、そう。ひけらかして、テクニックに走らないっていう。走らない。テクニックに走らない。曲を活かすっていうことをちゃんと最優先にしているんですよね。だからやっぱ真似しやすい感じっていうか。そう。めちゃくちゃいい戦略だと思いますね。そうそう。だってみんなルナシーのコピーするじゃないですか。そう。なんかやっぱり最初
に初めてコピーしたのルナシーとかっていっぱいいると思うんですよね、うん、いやもうまさにそうです、ね、そうまさにねトゥルーブルーからやるみたいな でコピーやっぱできるんですねコピーそうまあもちろん本物には遠く及ばないんだけど、うん、やっぱそれなりにこうできる感じっていうかねそのフレーズはまあ弾けるよねみたいな感じには初心者でもいけるからそこがなんかすごい、ね、いきなりサイレントジェラシーとかくれないとか無理だからねやっぱ一曲目からみたいなのその点やっぱコピーしやすいってのは結構やっぱ支持を得やすいっていうところにつながってるよなって思いますよね、でもめちゃくちゃかっこいいからねシンプルだけどそうもうあれだ高校の時になんか高校でギターを始めた人とかに、はい、X って難しいのって聞かれたりするじゃん、はいはいはい、このバンドってどうなのみたいなで X はどうなのって聞かれたらいやまあ最初にやるには難しいんじゃないかなみたいな、うんでそうなんですね、そういう答え方をしてでルナシーはどうなのって言われてルナシーは簡単だよみたいなそういう答え方をしてたんだけど、でも簡単でもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。旗から見れば。だからすごいコスパがいいっすよね。そう。だからそうなんだよね。だからその後のビジュアル系はやっぱりみんなルナシーを参考にしたっていうの、うん。うん。そうですね。あれがかっこよさのお手本みたいな。そうですね。でもそうやって多くフォロワーのバンドみたいなのがいっぱいこう出てきたわけですけど、やっぱマザーみたいなアルバムってできてるんですかね？できてないですよね。できてないですね。そこはやっぱりこう。これはもう断言できるんですよね。やっぱあの5人だからこそ作り上げることができたっていう。やっぱこだわり方の、なんていうか、度合いが違うのかなっていうところですか、ね、突き詰め方の。そうですね。まあ別にそのフォロワーのバンドをなんか否定するわけでもないけど、やっぱルナシーは本当にもう別格というか、まさにそのビジュアルだけじゃなくてちゃんと実力とか曲のクオリティとかいろんな個性とか本当に伴っているバンドだよなっていう。見た目だけとかだと本当にね、薄っぺらい感じになっちゃうけど、全然そうではなく。いやいやいや、まあそんな感じですごいバンドですとルナシーまあまあまあすごいですよ、ね、なのでまあ本題であるマザーにこの後入っていきますかねそうですね、いよ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 入っていきますか、はい、次回はそしたらマザー1曲目から、いきますか、いきましょう、はい、次回へ続きます。